アンズちゃんのそうしたいんですが、シャーと言っています。はいはい。はい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 。そしてハンモックに逃げますが、アンズちゃんはとりあえず既成事実を作っていくしか手がないので、少し嫌がっていますが、ギリギリのラインで撫でます。逃げそうで逃げないくらいがラインになってます。アンズちゃん、アンズちゃん、シオン君がもし里親さん決まると君一人ぼっちになっちゃうんだからね。チャボちゃんも早いよ、きっとね。頑張ろうね、ちゃん君。少しブラッシングしたからスベスベになった、うん、あ、そう、少しやるとだんだん歩いていっちゃうからね、うん、はい、こっち来ないのかい。ちょっと残ってるね。
出てきちゃう。あれ？何？アンズちゃん。アンズちゃん。また開けっぱなしだ。まあ出たことあるからね、うん、出てもいいんだけど隠れないでくれるといいんだけどな。はい、アンズちゃんはもう黒犬おじさん立ち上がるとそっちに逃げようとするのね。今下に降りてたからね、撫でに来たんだけど。はいはいはい、いいよ、いくらでも行ってもいいし噛んでもいいよ。どうぞ。はいはい、その体勢だったらいいね。まんざら悪くないでしょ。チャコちゃんがね、もう抱っこできるようになったのよ。アンズさん、アンズさんだけが残っちゃうのはちょっと寂しいでしょ。できるだけね、カメラ怖い？大丈夫、大丈夫だよ。アンズちゃん、大丈夫だから。痛すぎでなでなでしに来るからね。